JR 東日本ホテルズメトロポリタンホテルズホテルメトロポリタン森岡ホテルメトロポリタン森岡は岩手県森岡市にある JR 東日本ホテルズのシティホテルブランドメトロポリタンホテルズのホテルである森岡ターミナルビル株式会社が運営するまた当ホテルの運営によるマリオス20回展望レストランスカイメトロがある森岡駅ビル フェザン本館の上層階にホテルメトロポリタン森岡がマリオスロードを挟み朝日橋寄りにホテルメトロポリタン森岡ニューイングが位置する。東北新幹線開業の前年である1981年4月10日、森岡駅、ビルフェザンと同時に森岡ターミナルホテルとして開業した。当初は年間稼働率も低かったが、 東北新幹線の開業によって年々森岡への来訪客も増えたため、それに伴いホテル利用客も四季を問わず増加した。1991年7月にメトロポリタンホテルズへのブランド名変更により、現在のホテル名へと解消。1994年4月にはホテルを運営する、株式会社森岡ターミナルホテルとフェザンを運営する。 株式会社森岡ターミナルビルが合併し、新たに森岡ターミナルビルが設立されたことで、同社の運営となった。1996年5月に、本館から100メートルほど離れた敷地に、地元企業である橋市倉庫が建設したホテルに、テナントとして入居し、ホテル新館ニューイングが開業した。新館ニューイングには、国際会議の開催にも、 対応可能な演習会機能も合わせて備えた。2008年にはホテル本館がリニューアルオープンしている。などなど。ありがとうございます。